どうもこんにちは、チャックバスです。今私は、イースト11丁目あたりにいて、本日は、ね、こちらのニューヨークのチーズケーキのお店ベニーロを紹介させていただきたいと思います。今回はね、チーズケーキニューヨークの有名店ということで、来てみました。ここ125年って書いてありますね。125周年という老舗のニューヨークのチーズケーキのお店です。それではね、行ってみたいと思います。では座席に着きました。すごい種類ですね。こんだけあります、まあ、今回はね、ニューヨークチーズケーキをいただこうと思っています。本当に2、3分で運ばれてきました。今回カフェオレとニューヨークチーズケーキいただきたいと思います。予想以上の大きさです。これはうまいっすね。すごい甘いのを想像したんですけど、そういうわけでもないっすね。すごい濃厚で、カプチーノ、すいません、カフェラテです。メニュー見て驚いたのは、コーヒーにアルコールを入れるメニューがあってびっくりしました。また来る機会があったらぜひそっちも試してみたいですね。どんな感じなんですかね。ああでもいいっすね、チーズケーキとコーヒー間違いないっす。本当に思った以上に甘くないので結構大きいですけど、ある程度お腹空いたらいけるんじゃないですか。それではね、残り食べて、もう半分以上食べたんですけど、出たいと思います。それではお会計です。まあ、11ドル16セント、まあ、チップを入れて、まあ、13ドルから14ドルぐらいですかね。それではこちら支払いして出たいと思います。それではお店へ出ました。今回は、ニューヨークのチーズケーキとコーヒーで13ドルぐらいでしたね。まあ1400円ぐらい、1400円か1500円ぐらいですか。まあそんなもんかなっていう感じですね、ニューヨークの物価を考えると。でこちらはね、こんな感じでカフェもね併設されておりまして、今回私はこのカフェの方を利用させていただきました。もちろんね、持ち帰りで利用することもできますので、まあ、そちらはね、予定に合わせてね利用されることをお勧めします。でね、味としてはとても美味しかったので、ぜひねニューヨーク来られる方、来てみてはいかがでしょうか。まあ、ニューヨークのね有名店で、雑誌とかにもね載ってるようなお店なので、ぜひ利用をお勧めします。
今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.